居酒屋リーのアロハロチャンネル。先週お休みした。はい。はい、土曜日14時になりましたので居酒屋リーのハロハロチャンネル始めたいと思います。春ですね。春ですね。なんかもう春。みがど先生が持ってきたのかなと思ってたらラジオ局に置いてあったんだね。そういうことに知っておいてもらいたかったな。いやなんかほらみがど先生ピンク好きじゃん。そうなの。そうなんです。合わせたのかなと思ってと思いきや違ったっていう感じです。で先週ねちょっと市場で私お休みさせていただいちゃったので。何があったんですか。私ねあれなんですよ。なんかあの頭痛がね金曜日の夜中になんか普通に喋ってたの。さっさと喋ってて普通に喋ってたかと思ったら、あのえ当人がかと思ったら急にねあの頭痛に襲われて、しかも私偏頭痛持ちなんで頭痛はいつものことなんですけど、あのいつもと違うあの頭の痛みに襲われて、まあ今も結構あの頻繁に痛いんですけど、何がいつもと違うかっていうとね、目のこの辺、目の奥、目頭あたりがすっごい痛くて、もう目が開かなくなっちゃって、あららこれはもしかしたら脳腫瘍かもしれないみたいな、脳出血かもしれないって思って、あららで、で普通にね、あのさっさとあのおしゃべりをしてただけなので、普通にね車で普通におしゃべり、そう普通におしゃべりしてただけなんで、仕事の後にね、そうお店で、だから車で帰れるかなと思ったら立ち上がることもできず、あらら頭が痛すぎて、あらら、そう原因で原因はですね、病院に行ったら何でもなかったんですよ。ただの偏頭痛だった。救急車で運ばれました。そうただの偏頭痛だったんですけど、はい、そのまんまその後帰れなくて歩けなくて、そう119でした。そう救急車で、だからもう動けなくて、で立ち上がることもできないので、あの救急車に来てもらって、まあ、病院でも一応 CT とかね撮ってもらおうかなと思って、かなじゃなかったよ。私結構ね、あの一緒にそばにいた。あ、そういやもうほずっともうだって歩けるって言ったら、一歩歩いただけでもうダメでしたんで、そうだから体に異常があったら私は絶対に病院には行くんで必ず、でこれはちょっと異常かなって自分で分かるじゃないですか、なんとなく、でいつもと違うっていう感覚があったんで行ったんですよ。したら、まあ、ただのひどい偏頭痛だったんですけど、ね、それ西洋医学の、ね、診断じゃないですか。で東洋医学の先生に見てもらったんですよ。そしたら電磁波障害らしくて、で最近世の中ね、あの 5G ここもきっと多分あるんですけど、あの今電磁波で流してますからね。そうあの電磁波って世の中ね、あの鬼のようにたくさんあって、その辺めちゃめちゃ飛んでるじゃないですか、電波がね。で 5G ってあの最近出てきたじゃないですか、 iPhone とかもそうなんですけど、 5G ってとにかく強いみたいで、そうだからあの 5G を持ってる方、あの気をつけた方がいいです本当に。見たよ 5G って書いてあるでしょ。そうで、ね、私とか特にやっぱ YouTube 見ながら寝落ちしちゃったりとか、はい、あと目覚ましであんまりあのこうすぐパッて、あの朝の起床とかもこうパッて起きられるタイプじゃないんで、あの目覚まし代わりにアラーム、あの、はい、携帯のアラームを顔の近くに置いてるんですよ。だからそういうのもダメみたいな。同じですか。そうだからあのね、狂ってきちゃうみたいですよ、体の具合が。で海外とかだと日本は全然ね、あのそんな話あほぼほぼニュースにすら出てないですけど、海外とかだともうなんかあれらしいですよ、あの 5G の携帯はあの発売しないとか全然あるみたいですよ。導入しない国いっぱいあるみたい、ちょいちょいあるみたいね、ぐらい体に良くないです。ちょっと私身をもって
教えます私は。後でちょっと私も話したいことが出てきた。何何何何何後でじゃなくていい、今は言っていいっすよ全然。でもなんか今始めますってまだ始めてないです。確かに今ちょっと前置きでとりあえずもう流れが分かっていらっしゃる、はい、先週はそんなこんなで休みをいただきましたっていう、はい、あの病院にいたのですいません、申し訳ございません、急なお休みで、あの謝罪の謝罪会見から始まりました今日は。全然謝罪してないけどね。すいませんでした。あの急に休んじゃって、ね。すいませんでした。固定の野中さんのね、あの週だったから、はい、野中さんにもご迷惑をおかけしてね。申し訳ございません。申し訳なかったです。すいませんっていう、はい、ところから始まるラジオでございます今日は。はい、ところで。いつものじゃあ行きましょう。ということでね、コロナ対策もね、ちゃんとやっていかなきゃいけないので、こちらもね、やっていきますね。はい。入り口にアルコール、検温あります。演者、スタッフの検温を行っております。換気30分に1回行っております。番組入れ替え時、スタジオ内すべて消毒しています。でね、なんか商品の、紙なくなっちゃったんですよ、先生。はい。あれやらないことになりました。そうやるんですけど、やるんですけど、やらないことになりました。脱臭除菌。オゾンイオンのパワーで脱臭除菌。こっちの方が覚えてるよ。毎週言ってる人よりこっちの方が覚えてるよ。オゾンイオンのパワーで脱臭除菌。低濃度オゾン発生器、せーの、取れるフレッシュ。やらない、やらないんだよね。意地悪なんだから。取れるフレッシュお願いします。じゃあこちら番組応援の回ですね、はい、この番組が好きという方は番組応援の会に入ることにしましょうっていう告知です。はい。あれから入りましたか？入らないですね。入らないですけど、まあとりあえずちょっと気が向いたら入ってください、これ。よろしくお願いします。そして今日、こちら番組への質問はこちらまで。はい。タラララン。タラララン。タラララン。はい。ということで。で今日のゲストは2回目。はい、2回目参りました。はい、お美しい方、三角のかな子さんです。三角のかな子です、よろしくお願いいたします。なんか前回ね、ラジオ出ていただいたのが最初だったんですけど、うん、なんか我々もねすごく楽しく音楽の話とかさせていただいて、でまあ三角先生の講演っていうんですか、なんていうんですか、あの時ね、前回の放送のもう終わる間際で私が言った、宣伝告知した、うん、その隅田川のところの隅田川の公園っていうんですか、あれ隅田公園、隅田公園か、隅田川テラスの延長線上にあるみたいな。そう、うん、ので公園みたいになっちゃって被っちゃってるから、なんて言えばいいんだろうな、うん、ライブ、あ、ライブか、余興じゃない、ライブ、なんか野外ライブみたいな、そうです、そうです、のをやったのを見に行かせてね、さっさと見に行かせていただいて、そう、びっくりした、嬉しかった。そうで、また出ませんかみたいな、ラジオまた出ませんかって言ってね、今日に至るみたいな感じなんですよね。そうなんですよ、うん、こんなに 日にちあまり置かなくていいのってね、逆に。いやいや、出たがりみたいな、いやいやいや、そんなことないです。いいんです。三角先生はお忙しいんですね、もう春なんで。春ね、忙しいのか、逆になんか来ていただいて、うん、とんでもないです、すいません。なんか暖かくなると結構なんかイベントありそうですもんね、しかもなんか、うん、和じゃないですか、はい、和楽器だからなんか春とかね、めちゃめちゃイベント多そうですけどね。まあね、とはいえそうっす、そう戻ってないですよね、やっぱり。あ、そうなんだ、うん、コロナ前に比べて、うん、あ、そうです、そうです、ですかね、うんうん、もっとなんかイベント、やがい、まあ、かんない、私が呼ばれてないだけかもしれない。いや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 、メインじゃないですか、ここ。なんか変な空気になってで、なんかありますか、なんか告知しちゃいます？はい、あ、今日は早めに、早めに告知しますか、うん、はい、だってね、ギリギリでやっても申し訳ないんで。いや、思いついたようにバッてやっちゃった、あれ忘れちゃった、忘れてきちゃった、なんかさっき の、はい、1つ目、写真をね、はい、出してもらって、いや、ちなみにあれなんですか、はい、いつぐらいの
イベントなんですか。まあ、その準備ができたら出ると思うんですけど、先ほどちょっとあのスタッフの方にお知らせしたのは4月ですね。4月のイベントが、はい、ポンポンポンってありますね。4月9日、はい、こちらはあの浅草花街お花見会といって、浅草の芸者衆奉還の方々が、はい、お座敷でね、普段お座敷で、あれです、お客様と、うん、芸者衆とでこう、うん、時間を過ごすんですけれども、うん、これはあのビューホテルの広い宴会場で、お客様をもうなんていうの、丸いテーブル円卓、うんうん、そこにあのお座りいただいて、でそこに芸者衆と奉還の方々みんなでこう回ってお話ししたりお酌したり、あとちょっとステージではあの芸者衆の芸をやって、それを見ていただいたりっていう、そういうことをする会なんです。なんか想像つきました。想像つかないです、ね、つかない、はい、芸者見たことない。本当、あ、芸者さん、芸者さんってね、なんかあの鈴木社長がよくね、その芸者さんの話をしてくれるんですけど、はい、やっぱ我々ってそのやっぱり時代もそうですし、あとその住んでる町とか、あの浅草橋とか浅草ってやっぱりそういうのね、やっぱ詳しい方多いと思うんですけど、なんか我々ってやっぱなんかこうまだ多分そういう、まあ、世代でもないっていうのもあれだし、あとまあ女っていうのも多分あると思いますし、あとまあね、やっぱり育った町も本当にあると思うし、なかなか難しいっていうか、こうなんていうの、接する機会がないっていうんですかね、あのうまく言うと。そうですね、うん、なんか同じ人間なんだけどなんか、うん、別あ、そうみたいな感じしません、っていう感じで、ね、芸者さんってあの、なんなんですか、そのなんなんですかっていうか、もう全然知識がないから、あのまずなんぞやっていうところから聞きたいんですけど、なんぞや お客様に芸をお見せしたり、あとこうお話ししてお酌してって、そういう感じで、そういう時間を過ごして過ごす。え、なんかあれなんですか、はい、なんて言うんだろう、箏とか三味線とか、はい、その日本舞踊とか多分あると思うんですけど、そうです、そういうのを一通りはなんかやんなきゃいけないみたいなのあるんですか。あ、そうですね、あの私は地方といって、踊るお姉さんはの立ち方って言うんですけど、うん、踊る方をね、日本舞踊、うんうん、でその立ち方のお姉さん方の伴奏するのが地方といって、うん、私はそっちなんですね。三味線弾いて歌う、うん、で、あのこういう私たちはこういう頭です、うんうん、で、あの踊る方々は楽屋のスマホから電話鳴ってます、お持ちしますか、大丈夫ですなんでもないです、ササちゃんはちょっと今日はなんかじゃあ何のモードなんで、いや、なんか急に弟から電話かかってきててちょっとやばいと思ってあ、そうなの今レジオだからって送ったところですすいません、はい、あ、スマホじゃなくてあれじゃない、 iPad か連動してて鳴ってんじゃない、もしかしたら、あ、鳴ったのはあっち、うん、そうですね、 iPad ですね、うん、すいません、すいません、うん、で、何の話してたっけ、なんだっけ、忘れちゃったよね、ミカド先生ね、あの何を楽器とか、あ、その話、そう、何のか、ごめんなさい何の楽器とかね、うん、あの芸者衆はあのあれです、立ち方の方は踊りの稽古はもちろんですし、うん、あとお茶の稽古をしたり、三味線、鳴り物、あの鼓とか太鼓の稽古されてます。うんうんうん、で私は踊りは、あ、次の来たなで、あのさっきその髪型のお話されてたんですけど、うん、はい、あのなんだな、文なんだって、なんだって、いや、文鎮なんとか高島だみたいなやつじゃあ、あれ、それお嫁さんの、あ、みたいな、私あのカツラの、カツラで日本髪のことちょっと詳しくないので、あ、そうなんですか、はい、これは私なんか普通に洋髪って言ってます。洋髪、うん、どちらかというと洋洋ってことですか。そう、日本なんだけどでも洋髪って言ってます。へー、はい、
すごい綺麗で、すごい見てる。あれはあの、あ、ごめんなさい、1枚目のやつのあの、あ、あれはなんていうんですか、はい、あの髪型、髪型、はい、もう擬音であればこれまで言わない。日本髪、あれあれ日本髪あれもあの種類あるんですか、あの日本髪、あのあみんな一緒ですか形、わかんない、あの年齢とかいろいろキャリアとかいろんなあれ で変わるんですか、うん、と思います。なんかちょっとずつ違うよね、だってみんなそうなのかな、なんか前髪が結構こう落ちてる方とか結構上がってる方とか、ね、日本髪はね前髪落ちてないね、だいたいこう上がってますね、落ちてる、あれはかんざしじゃない、落ちてるというか、あの何この額のあれはカツラですか、そうですねなんでそんな笑ってんの、すごいやっぱ不思議じゃない、だってカツラでしょ、そう、でも髪の毛長かったらできるんじゃない、まあ、できないんじゃない、うん、京都の舞妓さんとかね、はい、地毛でこう言ってますけど、うん、でもカツラでしょあれは、うん、あれはカツラだね、そうですでも先生が地毛だから地毛の人もいるのかなと思う、あ、なるほどね、あ、そういうこと、うん、でもボリュームすごいよね、うん、それこそね相当長くないと厳しい、そう昔はねだって、うん、普通に地毛だからね、アップじゃないや、うんうん、言ってるのが普通でしょう、ね、うんうん、16時から18時でやるんですね、そう、あ、そうなんです、ただ私これには出演できなくて、あ、そうなんですか、ちょっともうかねてより前からいただいてる他のお仕事があって、そちらをかぶってる、これが次の、同じ日なんで、あれ先生両方出んのかなと思ってたんですけど、こっち出ないんです、ね、はい、もちろんです、時間もかぶっちゃってね、はい、そうなんで、近いのかなと思ってたんですけど違うんです、ね、これはかぶりすぎだね時間が、はい、がっつりかぶってるでしょ、そうなんですよ、そう、これはね、ネオバラット10周年記念公演、うん、ネオバラットっていうあの民謡を今の表現の仕方でちょっとロックテイストみたいな、あ、そうですね、うん、この間のとは違うんですか、そう、また違います、全然別です、団体どれぐらい属してるんですか、ね、これはこちらはネオバラットさんは私属してなくて、まあ、なんていうのゲスト、あ、ゲスト出演みたいな、みたいな感じで、そうなんです、へ、そうです、ライブとかあとアルバム作るっていうと、うん、それに参加をする、ネオバラットはこの2人組なんですよね、あ、そうなんですか、ボーカルとあとアレンジ、ボーカルの若狭幸さんってすごいもうお人形みたい、ほんと可愛い、可愛いっぽそう、すんごい可愛い、すごい可愛いこそう可愛いっぽそう可愛いっぽそう、うん、あのこれうつむき加減だからあんまこう見えないじゃん、真正面が、めちゃくちゃ可愛いっぽそう、めちゃくちゃ可愛い、めっちゃ本当に顔こんなのもほんと、本当にお人形さんだね、お人形さんですね、お人形さん、うん、で、あとあの男性の方は上條渉さんって言って アレンジとあとドラムと いろんなことも全部アレンジいろいろやってらっしゃるんですけど、うん、昔私もちょっと世代じゃないんだけど、うん、なんだっけ、すごく有名なバンドにいて結構カリスマドラマー、何ですか、ソフトバレー、今あれかな、多分ささ調べてるかな、あ、調べて調べて、あの、あ、左の男の方、ね、弟さんと連絡してんじゃない、今髪、なんて読むんですか、どれ、なんて調べればいいの、ネオバラッド、髪で髪、あ、髪量渡る、上に量、量って、量域の量かな、そこで何やってた方なんですか、そこでドラムをやってた方、やってた方、今そのバンドはないのかもしれないけど、すごい私はちょっと通ってない道だったんですね、音楽、うんうん、音楽でもいろんな種類あるじゃないですか、うんうん、洋楽でもドラムマガジンとかね、ですよね、うん、そう、ドラム界では有名ってことですか、有名、うん、もう洋楽界では有名、そうなんだ、でまたこの方もね美しいんですよ、すごい男性だけどイケメンってことですか、イケメン、うん、ちょっとね、なんかすごい雰囲気、うん、雰囲気持ってらっしゃる、でもねすごくね
優しいし人もすごく出てきた。すごいね、こうやってすぐ出せるんだもんね。はい、うん、でこうやって見てるときに自分の顔ができるとびっくりするよね。神涼渡さんすごいね。ちょっとうんがーって見てるね、こうやってあれ顔に変わっちゃったみたいな。でも今本当にさ、あの和楽器のさあれ増えてきてますよね。多いですね、うん、なんか和楽器の今風にしてるやつ、うんうんうん、あのすごく言い方が難しいんですけど、私もね言い方難しくてどうやっていつも言おうかなって思ってる、うん、難しいですよね、うん、あの現代風にアレンジしたバンドみたいな感じなのか、でもなんかね昔のままや、ね、楽器とかはやってるし、なんか今時の曲にアレンジしたものを昔の楽器で演奏しているバンドみたいなのめちゃめちゃ増えてるなと、和楽器バンドっていうのかな、和楽器バンドはあるもんね。ありますね。ね、和楽器的バンドじゃないんだろう、うん。めちゃめちゃ流行ってるなって思ってて、でもすごくやっぱ和楽器バンドを聞くことも結構あるんですけど、やっぱかっこいいですよね。そうですか。はいはいはい。うん、あの和楽器でああいうなんていうんですか、ロックを演奏したりとか、ジャズを演奏したりとかっていうのがやっぱり。ね、今まであるようでないみたいな。そうですね、ただねなんかやってるものから思うと、うん、そうアレンジって本当にいいものと、うん、それはちょっとねって思うような、難しいんですよね、あのあ割合というかな、調和が和楽器のもので洋楽、うん、洋楽をやる、うん、和楽器と洋楽器一緒になって一つの音楽を、うん、曲をやるっていうのが、うん、結構ね、うん、いやいやそのアレンジはちょっといたたたたっていうとか、なんか見て聞いててちょっときついとか、ね、苦しいみたいなね、なんて言ったらいいんだろうな、まあ、それはセンスだからね、その人のいろいろあるのかな、その和楽器なりの境界線じゃないですけど、それ以上行っちゃうとちょっとあのやりすぎ感あるよみたいな、ね、どうだろうね、作った人が怒らなければいいんじゃないかなと思うんだよね。え、ドドンってきた今。作った人が、なんかこうアレンジするじゃない、うん、作った人がアレンジして演奏するのってやっぱ自分のじゃん、うん、でも他の人が作ったものをアレンジして演奏するときってまあ、うん、あるんじゃない、そのえなんでそんな風に変えちゃったの俺の曲みたいなとか、あそういう感じ、うん、そうね、うん、でもそこが全部あいいよいいよだったらいいのかなとか、うん、なんか難しい部分なんじゃないかなって、うん、だから多分著作権ってあるんじゃない、うん、民謡はねもう著作権はね民謡ないんすか、ないの、あの 新民謡って言って、例えばこのじゃあねこの辺、はい、台東区じゃあ鳥越の、うん、民謡、新しい民謡作ろうじゃないかとかもしなったとしたら、うん、それがもう新民謡なんだけど、うん、例えばこの、この土地の活性化のために、うん、町おこしのためになんかこの鳥越自慢のことを書いた歌詞にね、うん、言葉を並べたりとかして、うん、なんかそういう、まあ、昔からそういうのあるんですよ、うん、いろんな地方にね、うん、だそんなことが、それはちょっと著作権はあるのかな、うん、みたい、そういう、あ、じゃあ民謡は基本的にこうどうアレンジしても自由なんだ、うん、そうそうです、じゃあなんです、あれですね、楽っちゃ楽ですね、そういう面では、あのそういういろんな 面倒なことというか、ね、うん、そういうこと手続き的なね、そういうはないですね、だからもう昔からある、例えばそうだな、何にしよう、東京音頭は知ってますか、じゃあ東京音頭って あれは作った人がいるんだよな、じゃあ相馬盆唄っていう福島の民謡の盆踊り歌、うん、まあ、全国で有名な盆踊り、うん、踊り歌があるんだけども、うん、そういうのだと、有名なのでいろんなとこがやるんですよ結構、そうすると あそこの感じはいいねと思ったり、あここすっごいいいね、うん、ここはちょっときついなとかね、きついって言い方はちょっとあれだけど、うん、あの聞いててすんなりこう入ってこないというか、でもそれをかっこいいっていう方もいるし、うん、なるほど、いろいろやっぱり好みもあるし、センス、その同じ作った人とのセンスが同じであれば、うん、あいいねってなるし、うん、そうなんです、私もいろんなのに参加してるけど、私参加してるのはみんないいですよ、うん、いいですね、
あ、だからあれか、あの洋楽というかそのクラシック系も昔のやつだったら、うん、結構今あのアレンジでなんか途中に入り込んでる歌とかも結構あるじゃないですか。あるんですよ。はい、どんなの？民謡が？いや民謡じゃなくてクラシックとかでも、うん、昔の歌っていうか昔の曲だから、うん、アレンジを加えて、うん、入れてる曲がいっぱいあるんですよ。へー、だからあ、だからいいんだって思いました今。うーん、なるほどねと思って。え、言ってる意味わかんないよ。なんか聞いてるのなんかある？いや思い出せないですよ。急には思い出せないですけど、あ、これあのモーツァルト何々だとか例えばですけど、って思った時に自由に使っていいんだなって思ったんですよ今。あ、昔すぎてもう著作権がないから、はい、あ、もういいんだみたいな。あ、そういうこと？そういうもんなん？だからなんか聞いたことあんな、このフレーズとかってあんじゃん。あるかも。あの今時の歌でも、うんうんうん、あるかも。途中に入ってくるみたいな、うんうん、そういうことね。あの伴奏とかの流れで、うん、あの途中の中間に入ってくる曲とかで、うん、なんかあれみたいな、なんか聞いたことあるなみたいな曲のアレンジみたいな、うんうん、あるね。あるあれあるじゃないですか。この間さ、うん、そうそう、梅は咲いた子のなんかやってたじゃん、すずちゃん、うんうん、なんだっけあれ、なんもメッチ、メッチ、メッチっていう人の梅は咲いた、あ、違う桜は咲いたか、あ、どっちだっけ、梅は咲いたか桜はまだかいな、かいなの、うん、曲でしょ、うん、ね、だからそれね、そう、私調べてないんだけど聞いてみたかった。流せるんじゃない？でそれ流していいの？そういうのって大丈夫だと思う。ラジオは勝手にいいの？え、わかんないです、そのいいか悪いかわかんないです。ちょっとちょうど春なんで。メッツィ、メッツィっていう人のあのメッツィ何、梅は咲いたか桜はまだかいなっていう、あれ、あの曲の名だっけ、あれも、うん、そのまんまだっけ、うん、すごいね。いや、すごいよね。若い人？あ、でも若い、ササが、私は知らなかったんで、多分、うん、ササが中学とかの時の中学とかの時に流行った多分歌なんじゃないかな、聞いてた歌みたいな。本当、うん、どのぐらい前だ？ササが15年前ぐらいです。うーん、ササが全然知らなかったな。だからササが中2とか中3の時だから、私はもう大学卒業して社会人になってるから多分あんまり曲を聴いてない。そんなに、そっか、ねでさんの、はい、そうです、うん、8つ違います。8つ、おう、そうだから意外とあのササがもう中学、大人っぽいよね。ありがとうございます、ね、ササ大人っぽい、大人っぽない。ありがとうございます。最近大人っぽいってめっちゃ言われるね、ササね。なんか老けてきたんだろうね。いや、そういうことじゃない、まだ19って言いたい。なんかこうあの社長になったじゃないですか、うん、だそういう風格というか何か、そから19って言いたい。なんか2年前のササっては考えられないような顔つきをしてるので、うん、最近プロレスラーって言われるんですよ。あれで合ってるの？はい、そう流れるっぽいですよ。あの梅はなんちゃらってやつ。へサビだけでいけると思う。あ、サビにそれが来るの？そんなの難しいんじゃないの、うん、急にやってもらう。いけます、ボンって。普通にこんなに大切なものだったと。懐かしいね。これ何バージョン？大きさってどこに？僕たちは言葉に詰まったたわいもない、いやらそう、こっち笑いあった日、クラシックバージョン、ね、クラシックバージョン。あ、テレビで披露してる映像って、時は過ぎ去った、誰の出てこないの、それだけ。これ曲名なの？これがさっき言ってた曲なんですけど。あ、そうなの、いろんな
これの後じゃない？アレンジしてるよね、テレビで披露するから。これの次じゃない？あ、この後に来るのかな。あ、この待って、これの後じゃない？あ、そうだっけ、わかんない、私もうろ覚えだからきたね、今ね。そうですね、一瞬だったけど、はい、へー、曲名がもうそのまんまで、目は咲いたか、桜はまだかいな、本当に、はい、でも今一瞬しか出なかったね、はい、この部分だけ。でもなんかそうやってなんかやっぱあの偶然で出てくるわけないんで、多分あんな歌詞、うーん、そうですね。だからはい、はい、次著作権の話、はい、はい、情報入りました、はい、作曲家死後50年は著作権が生きるけど、うん、それ以上は自由に使えるということだそうです。絶対うちのお母さんじゃん。ブーブー、お父様でした。うちのお父さんか。聞いてたの？聞いて、うちのお父さん毎週聞いてますね。それで音楽関係の仕事してるんで。あ、そうなんですか。あのなんか音楽の話すると大体こうやってなんか情報がいきます。どういう、どういう、うちのお父さんはあのバイオリンとかビオラとかの、それでバイオリンを弾いて、ね、あ、演奏をあれですしてますね。未だにやってますね。演奏家。そうです、そうです。わあの昔はあのスタジオミュージシャン一本、あ、一本ってわけじゃないですけど、スタジオミュージシャンと、うん、あと大学の教員をやってたんですけど、あの今はもうスタジオミュージシャンの方はあんまりやってなくて、あのこの辺の地域で、うん、あの小学生に教えたりとか、うん、弦楽器教室をやってますね、うん、主に弦楽器教室を、弦楽器教室やってるの。へえ。蔵前小学校とか、うん、あの東浅草小学校とかで、うん、そのオーケストラを教えてますね。へえ。っていう人です。でも初めて聞いて、この間あんだけ音楽のさ話してほら、なかなか後出しなんですよ。バイオリンやってたとかピアノがどうとか、なかなか、なかなか後出しするんすよ、あちら。後出ししてるわけじゃなくて、ね、その話になったからするっていうだけの話で。じゃあ小さい時からこう聞いてたってことよね、お父様も。あ、そうですね、ちっちゃい時から聞いてました。お母様の、お母さんはピアノのをやっておりますね。はい、だけどあのほら帝先生みたいにその音楽の道にちゃんと行った人ではないので、私は親とかその、ね、親御さんとかそのおじいちゃまとかが やられてるじゃないですか、はい、ですけど私はあのそのそれを受け継がなかったタイプなので。でもあれでしょ、強制してやりなさいとかそういう、あ、ね、やっぱ中学ぐらいまではそのなんかやっぱありましたよ、やらなきゃいけないんじゃないかなみたいなありましたけど、そういうね、子供時代にね、そういうこうねその道に歩む、共感あるんですか。あ、私自分が好きで好きでやってた、大丈夫でした、うん、はい、で私もあの好きな時は好きなんですけど、好きな時は、え、 あるんですよ、あの練習をやっぱ、うん、あの死ぬほどやらされるんで、あの自分からあのやりたいって思う時と、あの、え、絶対にもう今日は絶対に触りたくないって思う、聞きたくもないって思う日があるんですよ、どうしたって。でやっぱりね、あのそれが強制になってきてしまう、自分の中で強制になってきてしまった時にやっぱ苦痛に変わってきてしまった時に、そこなんだよね。そう、あの今でも音楽は好きだし、そのたまには弾いてみたいなと思う気持ちはあるんですけど、その当時はやっぱり他のことにも目がいくじゃん、勉強もやんなきゃいけないし。お父様、ニナちゃんがバイオリン弾きたいって言って。え、なに、どういうこと？たまに弾きたいんでしょ。あ、たまにそう弾きたいなと思うから、あのバイオリンちょっとね、なんかあったら出しといてよとかって言うんですけど、うーん、そう、たまに弾きたいなって思う時はやっぱりあるし、その音楽が好きだからこそやっぱ、ね、今でも
演奏できたらいいなっていう思いも、バイオリンだけじゃなくてね、いろんな楽器をやってみたいなっていう気持ちはもちろんあるんですけど、さ、そう、当初はね、その勉強だったり部活だったりも忙しいんで、そうだよね、女の子やっぱ遊びとかさ、あの、そうそうそう、友達とね、うん、こういる時間をもうちょっと待ちたいとかね、もう大事だし、だそうなってくるとやっぱり自分の中でその、うん、やっぱやりたくないなって思う気持ちのものってやっぱだんだん時間が減ってくるんですね、自分の中で、ってなった時に、まあ、将来やるやらないってなった時に、うん、私はやらないっていう選択肢をしちゃったんで、あの帝先生みたいにね、やっぱずっとやられて、このここまでやっぱやられて、それを生業にしてる方っていうのはすごいなというふうに思いますけど、ただ好きだっただけなんですよいやすごいなと思います、本当に。たまたま私も好きだ、好きは好きだったんですけどね、あ、ねえ、でもね、好きとこれを続けていって、うん、大人になってこう何かこうなるように、あの、進むかっていうのとまた違うからね、うん、あとはね、自分でそのあれなんですよね、あの、仕事に するってなった時に、私はこれで稼げないと思ったんですよね。これで仕事をしていくのは、行く自信はなかったです、うん、これだって一本になるわけじゃないですか、絶対。そうですね、うん、それにかけて、ね、死ぬほど努力して、それでお金をいただいてやれるかって言ったら、そういう自信がなかったですね。うん、え、それ考えたのっていくつぐらいですか？だから中2で考えたので中2でやめたんですよ。うわ、すごい。そう、だからもう平凡なサラリーマンを選びましたよ。うん、平凡なサラリーマンを選んだけど、やめちゃいましたけどね、サラリーマンも。でもね、やっぱり自分が一番やりたいとかやりやすいものをやるのが一番いいですよ。うん、だからでもそのやった経験っていうのは別にそんなに、あの、やっぱ自分の糧にはなってて、その音楽が好きだったりとか、その経験としてね、その将来こういうことやってみたいなとか、あ、たまにはこれ弾いてみたいなとかで、曲とかもね、出てきた時に、あ、この曲いい曲だな、弾いてみたいなって思えるっていうのは、まあやっぱ習ってきたからっていうのもあるだろうし、音楽にね、いっぱい携わったからっていうのも多分あると思うので、そこにはね、感謝してますけど、うん、そろそろ帝先生の ね歌曲聞きたいですけど、すごい、私今日なんかいいお話を聞かせていただきました、はい、いやそんなことないでしょ。だってさ、なんか里奈ちゃん、そう、うん、ね中2でそこを考えたっていうのはすごい ね、いや、中2何してました？中2はね、好きなバンド曲ずっと聴いてた、そんな感じだった ね、だね、多分ぶつかったんですよね、いろんなことに。多分中学2年生って多分さ、あの、いろんな、そうそう、いろんな人ぶつかると思うんだけど、私はその将来どうするのかっていうのを、音楽ってやっぱり選ばなきゃいけないので、そのやっぱ本格的にやるんだったら大学とか行くためにガチでやっていかなきゃいけないのがやっぱ中学生ぐらいなので、そこで判断をしなきゃいけないかったから、やっぱ考えたんですよね、人生をどうしていくのかっていうこと、人生を中2で考える、うん、考えたことなかった。だから普通に生きていくのか、だから、あの、変なこと言ってしまえば多分楽な方に逃げたんだと思うんですけど、単純に言えばね、中2はもう部活をどうやってサボるかしか考えてなかったんですよ。だからバイオリンで一本で生きてって、それを生業にしていくっていうことが自分の中でね、多分きつかったんだと思うんですよ。だから多分ただ単純に楽な方に逃げただけだと思います、考えたというよりは、さっき真面目に言っちゃったけど、楽な道っていうか、いや、そういうのね、なんか考えなんだよね。中2ってまだ14とかでしょ。だからね、でもやめてからはだから、あの、すごく楽でしたよ。あ、そういうのね、その毎日練習しなくてもいいわけでしょ、だって、はいはい、毎日練習するものがなくなりました。なんか好きな時間に好きなものを勉強できます、遊べますっていうのがすごく新鮮だった、その中学2年生の時は。はったり弾かなくなった？あ、弾かなくなりました、全く。でも子供の頃に、もう10分前だよ。嘘でしょやばい、今日本当に弾いてない。
ね、そろそろ弾きましょう。何弾きますか。なんだっけ。あ、告知をもう一個してほしいのがあった。もう一個告知しましょう。もう一個。別に私の弾くのこっちメインじゃないですか。ほぼ弾くのなんかどうでもいいよ。私の。はい。ダダン。じゃん。ドドン。え、これはお母様？あ、そうです。お母様。お母様。母来たドドン。天宝さんっていうんですか。天風です。天風が、ね、風か。私のあ、そうだよ。今日持ってきたんだよね。この間持ってこなかった。歌祭75周年だってすごいな。私の祖父。が帝天風、はい、帝天風って名前だったんですね。あ、そうなんですか。その、まあ、男名前ですけど、それを母が継いでるんです。ボロボロだけど。あ、でそうそう、これがね、川崎のサンピアンっていう、サンピアン川崎というホールなんですね、うん、そこで、うんうんうん、やるんですが、9時半開演、幕開いて夕方6時までやる。祭りですよ。祭り。ぶっ通しですか。ぶっ通しです。すごい。9時半ってすごいっすね。おかしいでしょ。9時半から4時までとか5時までとか。6時。6時。終演6時予定です。おお。すごい。まあ、うちのお弟子さん、母のお弟子さんとかね、まあ、うちの会員の。1、2、3、4、5、6、10人。あれはね、あのゲストのもう終盤の方、5時ぐらいもう終わりかけの時に、ゲストのコーナー、はい、見よう。それまでは、それまではうちの会員さん、お弟子さんの歌やら。お弟子さんどれぐらいいらっしゃるんですか。そんなにないんですけどね。あと、あの応援者中といって、うちの帝会とあの交流のある民謡の会がいくつもねあるんですけど、そこの会の方々も出ていただいて、でうちは津軽民謡やらないので津軽の方も出ていただいたりとか、結構バラエティに富んだ。そう、日曜日じゃん。ささ、そう、はい、来て来てぜひゆりえゆりえと出向こう。多分9時半に行くことは不可能に近い気がしますけど。9時半とかね、後から川崎でしょ。ちょっと全泊しないと。そうそうそう9時半はもう全泊です。早朝です私は。あのね、大体看板コーナーが一応あって、母のコーナーがあって、うん、母歌って踊ってってやる人なんですけど、うん、そのコーナーで私たちが伴奏したり、いろいろちょっとショー的な時間を設けるんですね。少し、うん、まあ詳しいことは私にここまでお問い合わせください。やってみたこちらまで、こちらまで、うん、ないけど、あのなんだっけ、ミカノ先生のあれですかフェイスブック、フェイスブック、あ、でもあの電話番号あったよ、はい、おっさんの方に。 そうです、あれはね、母の方の電話番号ですか、うん、に入る。でも何分も、あ、でこの間言いたかったのはこれがね、祖父が出した本、そう、日本民謡全集と言って、前回なんかあれですもんね、おじいちゃまが初めて、うん、あの、うん、そう、楽譜いいです、いいですよ、民謡の曲を楽譜にしたっておっしゃってたので、それのその本を持ってきました。あ、こちらの、まあ、ツイッターでも、あのフェイスブックでも、はい、あれなんですよ、インスタでも、インスタ、そうね、インスタはね、DM? あんまりね、あ、いや DM をね、そうですね、うん、DM していただいて、はい、そのなん かお祭り行きたいだったりとか、その先ほどのライブもそうですね、そうですね、ライブ行きたいとか、はい、あの直接ご連絡いただければと思います。はい、すごい、ぜひとも見せてください。ちょっとボロボロっていうかね、バラってなっちゃうかもしれない。意外とボロボロじゃないですよね。そう、はい、これでも何冊目かな。え、これあれなんですか、何冊目っていうのは、あ、ずっと使っててボロボロになっちゃったからっていう、買い直すってことなんだ。そうそうそう、これじゃあ常にこの2冊を常に。おー、すごい、おじいちゃま。そう、おじいちゃんね、おじいちゃんすごい人だったの、ミカドテンプ。何分前だろう、終わり。さっきね、5分前ぐらいですね。あの、なんかあっという間に終わっちゃうね。なんかさ、ちょっとさ、あのリクエストしよう。さあさあ、この中から。え、やめてよ、なんで、難しいのなんてやめて、なんで。いや、私ね、今日なんか歌おうかなと思ったのね。なんかありますか。そう、春だから、はい、ちょっと桜行きますか。え、桜じゃないですけど桜じゃないか。でも春のようなことを歌ってるね。さっきからすごい
気になってるのが何があった？ポンポコニャ。あ、ポンポコニャ可愛いでしょ。何、九州のタヌキの歌。違うの、これいいじゃん。キコリかと思ったらコキリコだった。コキリコ星知らない？知らない。え、知ってそうですか？サモデデレコデン。あ、知ってます。はい、知ってます。お茶の CM？ わかんない。 CM だったかな。いや、聞いたことある。お茶の CM。あの、春なんでって用意した曲で大丈夫ですよ。違う曲だ。ねえ、あの曲によって一回一回チューニングしなきゃいけないんですいません。と言いながらちょっと歌詞飛んじゃうと思う。時間大丈夫ですかね。大丈夫です。あと4分ぐらいです。春は嬉しいや、二人揃って花見の酒。色、あ、間違えちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って、あの出していい、ま、大丈夫ですよ、多分分かんないごめんなさい。今のカットとかできないの？カットはできないですね。生なんだね。そう、曲はね、あのハウタっていうあのジャンルの春は嬉しやっていう曲で、春夏秋冬あるんですけど、春はこういうことがあるからいいことがありますね、あなたとこ こういうふうに過ごすからこんないいことがあるわねと嬉しいですねっていう。うーん、お願いします。春は嬉しいや、二人揃って花見の酒。庭の桜それを邪魔する雨と風、ちょいと散らしてまた咲かす。まあ、こういう短い曲です。ワッチャタンを、ワッチャタンをね、めっちゃ聞き入ってたわ。ずっと見てるね、ささ、うん、見てる？うん、ミカロ先生見られてますよ、ささ。そう、コキリコ節知ってた？私は知ってます。時間ないよね、もうね。あります、3分ありますよ。大丈夫ですよ。行きますよ。え、知ってるんじゃない、ささ、多分、うん、聞けばわかるよ。なんとなく聞いたことあるかも、うん、多分あると思う。コキリコの竹は七寸五分じゃ、長い袖のかなかいじゃ、窓のさんさもでででこでん、晴れのさんさもでででこでん。まあこれが続くんですけど。え、どういう意味なんですか？コキリコっていうこうね、短いね、あの、まあ、郷土芸能で使う、 こう竹があるんです、うんうんうん、七寸五分。富山県だ、うん、でこれをこういう風になんかね、カチ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 って鳴らしながらこの歌を歌うんですけど、うん、それが七寸五分で、どのぐらいかな、このぐらいかな、それをこうやるには今の歌った歌詞ですよ、うん、は七寸五分で、長いと袖にあの邪魔になるねとか歌ってるだけ今の。終了1分前。はい、まあでもあれだね、んなんかあれですか、これもう全部ほぼ覚えてて、ほぼいやいや、もう万百曲そうですよ、ね、であって、うん、耳にしてるけど歌詞を全部の、うん、とんでもないです。あ、そうなんだ。とんでもないで、知らない歌もまだいっぱいありますよ、うん、じゃあ三角先生のお母様の方が、うん、じゃあやっぱ覚えてるし、まあ母はもう完全に歌詞なので、うん、母のが、すごい、すごい、なんか何々県とかって書いてあるじゃん、うんうん、こう曲名
ていい、まあ、題名曲名が、うん、あの地名入ってたりするのが多いね。そうなの、だから面白いのよ民謡って。そうですよね、そうな博多とか日光とか、うん、また50分終わっちゃったんですけどもうソーラン節、ね、また三河先生ダメだな、ちょっ と止まらないわ三河先生との話はまた来ちゃう、また来ちゃうねということでね、あのすいません、あのいつも中途半端で終わっちゃうんですけど、はい、50分あの音楽の話とか民謡の話させていただきました。りなちゃんのお話も聞いてすごくお勉強になってます、ね、本当そうなんだと思って、はい、皆さん4月9日のあの三角先生の4月9日でいいんですよね、17ですね。あ、4月9日はあれ他のもの、ライブ、ライブで4月17日があれですね、はい、はい、あそうです、今出ました、はい、お問い合わせもください。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。また来週